はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル羽田です。今日はですね、ケーブルヒップエクステンションをご紹介したいと思います。今日はですね、このベンチ台を斜めにしてケーブルでヒップをキュッとアップしていく方法をご紹介します。羽田は、スクワットとかブルガリアンとかを、筋肉をこう伸ばした状態で鍛えた後にこのヒップエクステンションをやることが多いです。で、なぜかというと、スクワットとかブルガリアン、ここまで、ブルガリアンも足引っ掛けてこのいう状態で伸ばして縮めるっていうところでできるんですけども、ここからこのヒップエクステンションでさらにね、こう縮めていくことによってヒップをさらにキュッとこう上げていく、短縮位でギュッと締めていくっていう感じですね。スクワットとかはどうしても、ここで上がっていくんですけど、締まりきらないんですね。締まりきらない、この最後のエンド、最終可動域をこのヒップエクステンションで出していくっていう感じです。で、ケーブル私やる場合は一番ボトムか、もう2つぐらい上でやってます。で、ちょっとこれ使い分けてて、ベタッとこう寝る場合は結構ね、もうちょっとこう傾斜を低くして上にします。で、このいつもやる場合はこうプランク姿勢で腹筋も強調させながらヒップエクステンションをやってるんですけど、今日はね、その方法です。足こう引っ掛けます。引っ掛けまして、このプランクですね。もちろん腰をこう反ったり、こうクリッとこう掘れるためですね。お腹に力を入れて、この時で、こっちの膝なんですけど、膝は結構ね、この台の端に置いてます。真ん中だとちょっとね、こう動かしにくくなるので当たったりするんですね。なので、この立ち足の膝はこの台のこのベンチでの端にセットします。で、この状態で土踏まずをかけますね。かけまして、肘をつけます。で、女性ではね、こう持ってもらっても大丈夫です。で、ここからお腹に力を入れてエクステンション伸びて、スクワットではここで終わってしまうんですけども、ギュッとさらに縮めていきます。スクワットでこの終わったところから縮めていく、足首の真下で押す。で、ポイント2つ目。太ももを気持ち、こう、外旋するような感じで最後は締めていきます。すごい大げさに言うと、こんな感じで最後は締めていく。骨盤は動いてます。骨盤はこう動いたら、やっぱり、お尻の筋肉逃げますので、骨盤はこう逃げないように、骨盤をこのまま止めたままで、太ももを外旋、こういう膝のお皿が外向きに外旋していくと、さらにギュッと締まっていきます。これがこのね、結構ポイントですね。で、このまま持ったら伸びて、最後は外旋伸展、伸ばして外旋伸展。骨盤はこれだね、これなんですよ。骨盤もこれだね、開きますね。骨盤開かないように、伸ばして、最後は太ももを外旋、伸展、外旋。そうすることでお尻がキャッと、この上もガッと締まってます。ので、イメージ的には真ん中からこの上の方をターゲットきちんと呼んでるんですけど、下もね、もちろん効きます。皆さん、ヒップエクステンション頑張ってください。15回ぐらいを私がこの締めにね、ブルガリアのスクワットの後に締めて15回を2、3セットやってます。はい、皆さん、じゃあまたね、いろいろヒップアップエクササイズをご紹介したいと思います。またお会いしましょう。さようなら。